ただ派閥を構造的に強くするか弱くするかっていうふうになってくるとこれは選挙制度で変えられますね。ね派閥制度が強いっていうのは中選挙区の方が圧倒的に強いです。なぜかといったら中選挙区の場合は自民党に入ってるっていうことにあまり意味ないんです。自民党の何派にいるってことが大事なんです。うん、なぜかといったらお金は 派閥からもらうから、選挙。だから、無所属で受かって、追加公認で自民党に入るなんてのが昔はよくあった。中選挙区を辞めて小選挙区にしたら派閥の力は弱まるっていう、この小沢一郎が昔言ってた主張、そのものは間違ってないです。はい。だから、今の自民党の派閥政治っていうのは、かつての派閥政治に比べたら弱ってます。だけど、それでもじゃあなんで自民党の派閥の力が 強いのかっていうのは、これは新しい現象ですね。つまり、小選挙区制度になったならば、弱くなるはずな、うんで制度がね。だけど、強い。なぜこれね、答えは簡単で、他に戦うところがないからです。簡単に言ったら、野党が強ければ自民党一丸とならなきゃ勝てないですよ。だけど、野党が、ピーヒャラピーヒャラみたいなことやって、パッパパララみたいなことやってるから、はい、 別に野党なんか相手、えー、しなくていいということになってくると、党内での戦いになってくる。<ん>党内での戦いになってくるときにはやっぱり派閥の力が大きくなると。一番わかりやすいのは、例えば、 菅総理が誕生した時は二回派がリードする形で一気にみんな乗りましたねもしこれがね菅さんよりも野党の方が人気あったらこれ菅じゃ勝てないそれ勝てる人を探すんですそういう時はそうすると派閥の意味は弱まってくるわけつまり無派閥でもいいから勝てるやつをとにかく総理総裁にしないとやばいっていう意識が働くから野党が弱いと何やってもどうせ自民党とどうせ自民党なら自民党の中で派閥は強いところに行こうじゃないかとまあこういうふうになるわけです そこでしょうね比例代表、並立じゃないですか。比例代表っていうのは野党を強くする面が強いんですか野党は強くなります。うん、基本的に野党は比例がなかったら、特に野党の中でもですね、えっと、共産党とか、ああいう政党は、小選挙区では勝てませんから、はいはい、ちなみに公明党も勝てないです。単純小選挙区制度を導入したら、自民と、まあ、他のもう一党、 が圧倒的に強くなだから、二大政党制に近づきます。だけど、これやるとね、指標があまりに多いんですよ、意見を反映させられない票がね、はい、だから、まあそこ、妥協案として、まあ今、小選挙区比例代表、並立でやってる、合理的な理由はありますよ、ただ、共産党叩き潰したい、公明党もぶっ潰したい、はい、それなら、小選挙区制だけにしちゃいこれは潰れます、簡単に。 選挙区制度っていうのは非常にその後のねバランスを変えるんですよだから憲法改正並みの力が必要なんですこの選挙区制度を変えるっていうことはそれをやり遂げたのが小沢一郎そう小沢一郎それやったから、うん、だから私は小沢一郎の政治力は評価したす、うん、政治思想は評価してませんけど、うん、まあだから今からじゃあ小選挙区比例代表並立で変えようかっていう流れになるかって言ったらならないでしょうねよっぽど気温が高まらないと岸田政権やめろで終わりでしょうで今の腐った自民党を 変えるっていう観点でいくと現状の選挙制度がいいっていうことになるんですかね。いやいやでもそうすると昨日も申し上げた通り腐ったリンゴである自民党とサリンである立憲民主党というねどっち飲みますかっていう話になってくるわけだよ。僕は少なくとも腐ったリンゴ食べサリンかブ飲みしますかと。<laughs> あそれとも腐ったリンゴ食べますかと難しいよね。難しいですね。腐ったリンゴも食べたらお腹壊しそうだしでも命失うよりましかない <laughs> ということじゃないですか。うん、そこはね非常に難しいなというふうに。 ね まあ野党の情けなさが諸悪の根源なんですよ。日本政治を悪くしてるのは野党なんです。うん、自民党が悪いのも野党が弱いから。野党のじゃあ、がんは何かって言ったらですね、これははっきり申し上げて、共産党と組んでもいいみたいな考え方をする点にあるんですね。うん、まあ、もっと具体的に言うと、山口二郎的な発想にある。野党連合っていう発想ですね。立憲、共産党、これ、だめです。で、最近山口二郎は、もうなんか、共産党と手を組むなとか言ってるでしょ。うん、お前言ったんだから、責任取って黙ってろというふうに思うけど、もっと潔くないというう。<laughs> 「<laughs> お前は人間じゃない」とかね「いや人間だろ」って。 絶叫系自民党は、はい、まあ危ないと、うん、いととうことですがじゃあ一方野党はなんとですね鳩山元首相長,長男が国民民主から出馬、えー、衆院選東京2区、えー、国民民主党東京都連は11日、はい、次期衆院選東京2区の公認候補として鳩山幸夫元首相の長男で新顔の鳩山喜一郎氏を擁立すると発表した、うん、衆議院議員会館で会見した鳩山氏は同党の候補者公募に応募したとし、うん、賃金はある がらず企業の競争力も落ちている瀕死の日本を救いたいという玉木代表に賛同したと語った、えー、東京2区はえおじの鳩山邦夫氏のかつての地盤だが地盤は引き継いでおらずいわゆる世襲候補ではないと説明由京氏には事前に相談せず国民民主の公認内定が決まってから報告し頑張ってこいと声をかけられたと話したこれはやっぱり一番気になるのは子供手当てどれぐらいもらうんですかね鳩山家ってのはめちゃくちゃ金持ちなんですよなんだかっていうとあれお母さん の方が確かブリヂストーンのファミリーです。ですはい、って何？賃金が上がらずとはなんか言ってますね。 そうですで上がらんくたってお前持っとるやんっていう賃金は上がらず企業の競争力も落ちている瀕死の日本を救いたいという玉木代表に賛同した瀕死の日本作ったの誰や、うん、もうねまずねこのね息子さんに言いたいことはねお前が出てくるより前にどっかに閉じ込めとかなくて外圧おるだろうと出てくると韓国行って土下座したりね、うん、ウクライナに行ってねなんか余計なことやったりだとかね、はい、ろくなことやらないねいるでしょそういう不気味な鳩がそれをお前さんは家の中に座敷牢を作って、うん そこに閉じ込めて、そしたらね、出馬ね、生命で、私がやった業績はたった一つですと、家の中に座敷屋を作りましたと、出てこないようになりましたと、まだ話しがいだよ。はい、鳩山家に対して申し上げたいのはね、はい、まともな人っていうのは、はい、いろんな人にね、迷惑を及ぼしてるの、この鳩は。まともな人は憤慨してるわけ。鳩がね、飛ぶ先ではね、憤慨が多いわけです。<laughs> そういうものね、垂れ流してるね、とんでもない 人なわけですで。しかもね、玉木さんのツイッター見たらね、おもろかったけどね、はい、親子で政策が違って、ツイッター上で論争していて、はい、それもなんか頼もしいと思えた、はい、親父にね、喧嘩売ってるから立派だって、どんな選び方やねんっていう話で、ね。はい、でもおじいさんはまだまともだったんだよ。鳩山一郎は悪かったのは、最側近が河野のじい様だからね。で、これで対路外交をこけたんです。うん、鳩山はもうブレーンが悪かったね。うん、ただ憲法改正論者だったのは間違いない。うん、でもできなかったね。うん 鳩山家のね、鬼門はロシアなんですよ。ロシアでこけるんですよ。ウクライナまたやってるでしょ、これ。これがどうなるかですよ。うん、確か僕の記憶だと、この人、ロシアに留学してなかったこの息子。モスクワ大学。あそうでしょう、モスクワ大学でしょ。はい経営管理学部、客員講師。でしょはい。ロシアなんですよ。鳩山家はね、どうしてもロシアのね、自爆っていうからね、取れないというふうに私には見えるから、うん、この人は国民民主党でね、まともな政策を言ってたとしても、対ロ外交は謝るだろうというふうに思いますよ。うん 結局無能的な発想になってくると国益を害します世界の中で日本という国を見誤るというふうに思いますね、うんうん だからウクライナ情勢とかでもね危ないこと言い始める可能性があると、うん、やっぱファミリーにはファミリーでねやっぱりこのどうしてもね例えばね河野太郎の本とか読んでみてもね尊敬してるのおじいさんだって書いてあるんだよねそうだと思うんだよね僕ね世襲、うん、がいけないとかね言うわけじゃないんだけど世襲、はい、いけない部分ってのはありますよやっぱりこの地盤看板カバンとかね、うん、だけど血筋がこの人の息子だから政治家になっちゃいけないっていう議論はおかしいっていう議論あって、はい、その通りだなというふうな思う反面で でもやっぱりねちょっと違うのはね思想だったらね思想が父親とか違うとかいうことってのはあるんだけど、うん、政治家の場合ね 一番身近にいる政治家そしてその背中を見てね育ったっていう政治家をね全く違うことを主張するってことあるのかなっていうふうに思うんですよ。うん、自分がやっぱり尊敬してるからこそね、はい、父親を見てあるいはおじいさん見て、うん、政治家になりたいと思った例えば、うん、安倍晋三を語るときに騎士っていうものをね抜きにして安倍晋三って語れるんだろうかとやっぱ無理だと思うんだよ。うん、その河野太郎とといいう人に対ししてて私ははすごく警戒してるけどそれはね態度が悪いとか なんかおかしいとかっていうことよりもやっっぱりあのののおじいいさんんん影響をね、はい、どこまでで受けるんだろうっていうては懸念なんです、うん、同じようにこの人はねお父さんとまあ意見違うっていうのはあると思うけど、はい、大事なところでねやっぱりねお父さんやおじいさんやね、うん、そういった人たちの影響を受けるんじゃないのというのがやっぱ懸念としてあるから、うん、やっぱこう政治家っていう見た時にねこどういう、ね、人だったのかっていうのを見るっていうのはねこれ大事なことだろうと僕は思いますね。うん ましてやね、地盤まで行き連れてたらそうです。これは地盤関係ないって言っても、鳩山さんの弟の方の、で,でしょ鳩山国夫。はい、友達の友達はアルカイダの人です。大丈夫かおっさんと思ったけど。でも、鳩山国夫の方が政治家としては、行き代よりまともだった気がしますね。あの人ね、蝶を集めるの趣味でね、蝶の収集家としては超有名だったみたいな。家庭菜園やるのが、家庭菜園があって、毎朝ね、秘書たちのご飯作ってたのらしいよ。そういう人だったみたいですよ。ま、あこの人賄賂もらわないでしょうね、おそらくね。息子さん。 かなりジャブジャブあるんんだから裏金はいりませんといや僕ね、鳩山幸夫さんってすごく人いいと思うんですよ。人は良さそうじゃん、なんか。騙してやろうとか、なんかそういう感じしないよね。だけど、政治家に一番向かないと思う。昔、偽善者の見破り方って本の中に書いたんだけど、鳩山幸夫論。僕ね、昔ね、鳩山幸夫のね、今から10年以上前なんだけど、全部の本と対談と、全部の過去に雑誌に書いた論文を国会図書館でコピーして読んだことあるんですよ。 スタンフォード大学に行ってて理系の論文も書いてんだけどこれは分からない僕には何書いてあるのか全く分からないからこれはちょっとすっ飛ばしたんだけど書いてあること自体はねえらくね真面目だしまともなことも書いてあるんだよねだからね原理原則主義な米軍基地があるっていうのはね独立国家としておかしいんじゃないとかねまあだから対米自立論じゃんこれはもうおじいさんの代からなんだけどやっぱりね僕はね一番ねこいつねい,いかんなと思ったのはねやっぱ宇宙が好きなのよ宇宙人とか言われてるだけあってエンデバー号っていうのに乗って地球を見た時にねそこに 国境はなか当たり前だよっていわ概念なんだがそんなものにとらわれちゃいけない。これほどアホな発言するやつはいないわと。要するにね世の中概念でね動くのに規制が概念にとらわれすぎちゃいけないけど概念なしだったらね人間の世の中ってやっていけないんですよ。だって結婚だって概念でしょいろんな物事って概念なんですよ。空から見たら見えないと。だからそんなものはないって。ぐるぐるパーだというふうに思いましたね。国境は見えない だからないんだとか本当にに真面目に書いてるんだよそれまあいい人なんだろうけど、うん、政治家には向かないなとああいうふうに、ね、しみじみに思いましたねおやめになって正解だと、うん、彼の中で一番正しかったことっていうのは政界引退したことです里山の息子が出るっていうのとさ同時にさ菅直人の息子もなんか市議選かなんかの補選に出るでしょし、ね、武蔵野市あ武蔵野市かはい補選ですねでそのあの市長がさこれ赤い市長なんだよ 事実上の外国人賛成権をを認めるよううなね条例を作ろうとしてこれ批判しましたけど、またね、自分のね、あの息子をね、出すでしょ、うん、この息子もね、前もね、選挙と確か出たことあったんだけどね、はい、負けてるんだよね。ドラ息子だよ。うん、どうしようもないよ。 で世襲反対反対とか言ってるのはね、はい、自分の息子ねこれは世襲じゃないとかね、うん、だって元総理のね子供はね地盤、ね、引き継いでないからねこれは世襲じゃないって言ったって嘘やんあんなものだってお父さん横に立ってはらんよ立った方が人気なくなる可能性もありますけどねそれは個人得意の問題だって <laughs>、えー、でもやっぱりねこれはやっぱりどう考えたって世襲ですよいろんなね定義でねごまかそうとしてるかもしれないけど、うん、支援者はいるわけだから支援者から支援してもらうわけでしょ、うん、結局は何嘘言ってんのと、うん、だから結局 聖書なんですよね。受かるんじゃないの？これも鳩の方は受かるかわからんね。